ドジャース大谷、女子小学生が釘付けになってしまう。女子小学生がこんなキャラキャラ叫ぶプロスポーツ選手がまさか令和の時代に現れるとは。大谷翔平って言うんですけどね。子供をこんなに笑顔にさせられたならすでに大成功。美しい。囲んでるのが女の子の方が多いわね。野球離れってやつね。この子たちの気持ちがわかりすぎるくらいわかる。どうしようもないくらいかっこいいから仕方ないんです。キャーキャーは抑えられないんです。嬉しいね。私も一緒にわーわー言いたい。これを見ているとグローブを使ってキャッチボールをするかしないかは関係なく、すでに野球普及に貢献している気がする。恐るべし大谷さん。大谷選手大人気だ。アイドルを超えた野球選手、スーパーヒーロー。女子小学生も野球選手を知っている。本当にこの子供たちの表情を見て泣きそうになりました。これを機に野球というスポーツが子供たちにもっと身近なものになれば良いなと思います。男性から見てもかっちょいいですし。大谷選手のブロマイド付きなんですね。このポストカード欲しい。絶対いつか誰かが持って帰って行方不明になると思う。このグローブを盗んでネットオークションなんぞで売りに出されないことを願う。大谷翔平の偉大さを改めて実感やね。覗き込んだ目がキラキラしてる。ナイスリアクション。笑顔がいいよね。子供はこうじゃなきゃ。子供たち素敵やな。これを見てもなんかガタガタ言ってた人たちはなんか言えるんかな。子供の目を輝かせるだけでもすごいことじゃん。もうこの笑顔だけでこっちまで幸せになれますね。学校によってはグローブなかったり、そもそも軟式ボールで遊んじゃダメとかあるからね。キャッチボールする機会が減っていく中ですごい革命を起こしたと思うよ。ありがとう大谷翔平。野球も昔よりやる場所がなかったり、道具を揃えるのがお金がかかったりと、そうそう近くの空き地でやろうなんて雰囲気じゃないことも確かだ。プロの選手がここまでしてくれる時代になったとは野球するのも大変だよ。